はい、皆さんこんにちは、りょうです。今日はですね、戦術解説のパート3ということで、進行編のキャラクターやっていきたいと思います。で、進行のキャラクターに関してはですね、私、周回が全くできておりません。これ、オンラインで遊ぶように作ったキャラクターだったんだけど、今回3周目になります。で、その兼ね合いもあってですね、武器の強化が最大強化にできてない武器がちょっとたくさんあったりして、申し訳なかったり、持ってない船員とかがちらほらあったりして、非常に申し訳ないような状態のデータではあるんですが、まあ、主要なね、運用のところの解説っていうのは十分にできるかなと思いますので、今回は進行のキャラクターの3周目ということで、攻略の方をやっていきたいと思います。で、ちょっと先にね、お断りしておきたいことが一つございましてですね、今回進行60のキャラクターを使って遊んでいこうかなというふうに思ってるんですが、まあ、祈祷もね、使わないわけにはいかないので、いくつかね、主要な、特に対ボスに有効なね、祈祷っていうのは使っていこうかなというふうには思ってはいる。思ってはいるんだけど、じゃあどのぐらい活用するかって言ったら、多分ここに表示されてるうちの、まあ、5つ6つとかぐらいになっちゃうかなって感じがします。まあ、これ進行系のキャラクター使ったことある人わかると思うんだけど、道中では割と使えないことないなってやついっぱいあるんだけど、対ボスで見た時にやっぱりね、進行ってオンラインとかだったら差し込む要素いっぱいあるんだけど、ソロ攻略の観点で見て、ダメージとの比較の観点も合わせて見た場合にあんまり有効じゃない、やっぱり。まあ、特によく人気があるところだと、こういう腐敗系のブレスとかってさ、こういうのってソロの立ち回りで使ってる人見たことないでしょ。使わないよね。消費 FP のバランスと、スタミナの消費量のバランスと、あと差し込むタイミングのバランス考えたら、やっぱオンラインとか、そういうところで使ってもらった方がいいものっていうのが、特に進行系は多いかなって気がするし、いわゆる多段ヒット系のやつ、例えば古竜の雷槍とか、こういうの地面にボーンって突き立ててさ、その突き刺すモーションと、そこからの衝撃波等みたいなに複数、こうダメージ判定がついてるものもちろんあるんだけど、その使うリスクと火力のバランスを考えると、いや普通に武器戦技の方が強くねってなるパターンがめちゃくちゃ多くて、そういう兼ね合いを考えるとですね、そのバリエーションとしてはお見せした方がいいかなと思う反面、効率的な攻略では間違いなくなくなるから、まあ、一応ね、戦術解説をメインとした、攻略解説動画になりますので、そういうのはね、今回は取り扱わない方向でいこうと思います。対ボスで見て使いやすい戦術っていうのを紹介していくって形になるので、まあ、進行系のね、キャラクターでの立ち回りやすいものだったりとか、使いやすい武器なんかを紹介して、攻略の方を進めていきたいかなと思います。まあ、いろんな祈祷を見たいよっていう人はね、それはまた別の回に、今後ね、改めて、動画の方を投稿したいかなというふうに思います。需要があれば、はい、といった形で、最初チュートリアルのボスやっていこうと思います。で、今回まず1戦目ですね、使っていくのはこちら、シルリアの呪詛です。まあ、オールドビスの体験かシルリアの呪詛かみたいなところあると思うんだけど、個人的にはね、シルリアの方が好きで、割と強いしね、序盤はこの辺を使ってとりあえず攻略の方を進めていって、途中中でね、戦術を変えてまたやっていこうかなと思います。で、装備構成的にはね、ゴッドフレイの焦燥なんかを入れて、しっかりとため攻撃の火力アップ、あ、間違えた、はい、ため攻撃の火力アップを使ってもらって、これでポコンといった形、はい、でもこれためで終了、さようなら。まあ、このシルリアもさ、オルドビスもさ、めちゃくちゃ体感血利は高いし、戦技自体は進行依存のものになるから、武器自体の火力を出そうと思ったら筋力特化で運用してもらった方がいいんだけど、戦技自体の火力を出そうと思ったら進行もね、ある程度高い数値があった方がいいっていうバランスの武器なので、どっちかというとまあ、心筋型ビルドだね。で、使ってもらうのが一番ね、火力効率的にはいいのかなっていったところになるんだけど、進行系のキャラクターで運用する場合、殴りよりも戦技中心にね、戦った方が火力が出しやすいっていう部分もあるし、霊薬だね、体感削りアップなんかを入れといてもらえば、それだけでね、結構いい火力感になってくるかなと思いますので、精まとい、しっかりと入れて殴ってもらうのが個人的にはおすすめ。まあ、例えばツリーガードとかもさ、この辺の距離でポコーンってひるましちゃってみたいな運用が一応できます。はい、でここら辺でポコーンポーン、ポーン、ちょいため、ポーン、潰されていく。そういや、この戦技、ちょいためは飛ばないんだったね。ちょいためは地面突き刺しになって、だよね、うん。フルで溜めると、まあ、衝撃波が出るといったタイプになっておりますので、まあ、扱いには注意をしてやっていただけたらと思います。
はい、じゃあ続いて紹介するのはこちら、神狩りの剣でございます。進行技量系のね、キャラクターで使ってもらうと火力の出しやすい特大剣になってるんだけど、今回私持ってきているキャラクター技量が27、進行60なので、ミリセントギッシュとか炎のサソリ、あとアレキサンダーの破片あたりと、霊薬もね、技量コブ、そして炎まといの割れしずくといったような形で技量をね、ちょっと補正を上げつつ火力しっかりと出してね、立ち回っていきたいかなというふうに思います。どうやって戦技差し込むよ。飛んできてくれたら最高。あ、飛んできてくれた。これはありがたいね。はい。で、ここです。戦技一発。あ、発生系も撃っちゃおう。ナイス回避すぎるんだけど。これ、火付けでやってやるか。はい。で、R1 からの、じゃあもう、巨人の火を、食らわせる。いや、完全に武器だけで倒そうか、今すげえ悩んだ挙句。いや、火付けと巨人の火を食らえよう。あえて使ったという判断は正しかった。進行キャラっぽかったわ。はい、じゃあ続いてはゴドリック、つながれた飛竜対決やっていきたいと思います。これちなみに1個で二刀流ができない拳系武器になってるから、2個用意してもらうためには2周ね、交換しないといけないんだけど、左右でつけた場合、左手武器の方の戦技を使用します。これちょっと2個最大強化にできてないから、強い方を左につけてるんだけど、まあ割とね、ネタ武器だと思われてると思うんだけど、火力高めの戦技になってるから、興味のある人は使ってみて。別にバリエーションのために持ってきたっていう感じでもなく、普通にそこそこの火力出るって感じの武器ですね。そこそこ火力はもともと出るんだよね。で、こういうタイミングで撃つじゃん。痛すぎるわ。痛すぎる。けど、あいつも割と重傷だから。で、密着してないと弱い。そこだけが注意かな。で、こういうタイミングで、ボッコーン当てちゃって。うん、こういう感じ。で、わかんないけど、こういうのも混ぜてみたらいいんじゃないか。うん、多段ヒットするね。してるしてる。いや、でも最後はやっぱこれだわな。で、ジャンプ L1 消えな。あ、残り火で死んじゃったよ。なんかほんとネタっぽい武器ではあるんだけど、戦技の火力自体はね、まあめっちゃ高くはないけど、全然低くもないから、むしろね、強い方じゃねえかなとさえ思ってる。ちょっとモーション構築長いけどね。下に落ちた火もね、ダメージ加算入るあたりを考えると、決してネタ武器っていうわけでもないかなって気もするかな。で、今作の進行系のキャラクターってさ、なんて言うんだろう、この属性的にさ、ダメージが通りにくいと言われる性属性を主体に、まあビルドを組むのか、それとも炎系と炎術だね、をメインに組むのか、あるいは、いわゆる技量進行系のキャラクターを採用することによって、武器を雷派生にして、まあ祈祷もね、雷を使うみたいな戦術、まあいろいろね、バリエーションが取れるっていう話にはなるので、例えば性属性が効かない相手でも雷は通るよとか、炎は通るよねとかっていうのはいっぱいあったりするので、そのあたりもね、ちょっと細かくお話をしながらやっていけるところはね、やっていきたいかなと思うんだけど、まあ分かりやすいところでいけば、マリケスだね、そしてラダゴン、エルデンの獣に関しては、マジで生属性通んないから、そういう時に何の武器使うのかとかね、そのあたりの構成っていうのは、一つ頭に入れて、おいてもらうといいのかなって感じ。むしろまあその辺のポイントをね、しっかりと見といていただけたらと思います。例えばなんだけど、今から行くレナラとか、あとワンワンとかに関しては、性属性も普通に炎属性も属性系統別にそこまで耐性値高くないから、ガンガンね使えるものを使ってやっていきたいなと思うんだけど、次に紹介する武器がこちらになります。進行系の最強格の武器の一つとして、考えているぐらいにはすごく優秀な武器になっています。まあそれをねレナラ戦では、特にね、紹介できるかなと思うし、もっと言うとマレニアとかもね、実はこのミケラの降臨ハメっていうのができます。まあスタミナが続く限りね、マレニアはめ続けるっていうやり方もあったりするんだけど、まあ今日マレニア戦でそれを紹介するか、あるいは他の武器を使うのかはまだ予定は未定なので、一切何も決めておりませんが、まあ、とにかくね強い武器になってるので、特にまあ最初版の攻略なんかは進行系のビルドを採用した方に関してはね、これをまあケイリットのね、鬼いる付近に湧くと寄付騎士かなを買っていただいて、ぜひね、ゲットしてみてください。マジで進行系だったら絶対持っとかないといけない一本だと思う。魔術におけるガチンぐらいの、立ち位置。それぐらいには強い。はい、じゃあワンワンやっていきます。で、これ一発撃ったらディレイかけて撃ってください。はい。
こういう感じでディレイをかけてもらうとそれだけで当たります。はい、というわけでフィニッシュにはならないと。ほほーん、ここか。へえ、でこれ一発目は、回避される可能性があるから、戦技を打ってディレイをかけて2発目、そこから間髪入れずに3発目4発目って入れていくか、もしくは一発目に投げ物投げといて、むむ、お前も落ちんのか。あ、これはもうノーコメントで、はい、ノーコメントでお願いします。で、まあ要はそういう感じで回避行動を一回取らせたら、そっからはディレイかけずにね、ポンポン打てば大体当たります。で、正直進行系のキャラクター使ってる場合、序盤の攻略、正直ミケラの降臨あったら大体何でもできちゃうから、マジ強いし、おすすめなんだよね。どいて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 、はい、で FP 回復して、ここでシャブリリス叫ぶでしょ。お前だ。密着状態で打った方がいいんだけど、等身ダメージそんなに入んないから、まあこんな感じでね、やってもらうといいと思う。で、大事なのはこいつだ。一発殴っとくじゃん。で、はい、ここです。密着して。密着することによって、ハメループ取れるから多分。取れてないんだな。でも関係ないんだな。なぬ。お前、こやつらを身代わりにするとは許せん。へえ、まあ、これがサムネやな。いや、まさかのまさか進行コブ持ってなかったから今取りに来ています。というわけで、あやつを殲滅する。まずはこの高台を抑えて、はい、でもうこれ打っちゃいます。はい、打ってください。登れるだと。へえ、これゴリ押しだから。こんなもん、妖精の雫ゲット。あ、ちなみにルーンベア系統をね、マジで倒したい人いると思うんだけど、あんなのはね、真面目に戦っちゃいけねえんだ。進行戦士ってのは、元来汚えもんだから、しっかりと遠距離で倒して。で、ちなみに、割とマジレスをすると、画面手前に引きながらね、戦うと、割と攻撃の判定っていうのは、回避しやすい。プラキドサックスで私が途中中紹介してたような感じの、戦略っていうのをね、以前、まあ、紹介していた回があったと思うんだけど、画面手前に引いて、敵の大きい攻撃をかわして、みたいなやり方を取ってもらうと、割と攻撃チャンス生まれると思うんで、まあ、興味のある人は一回やってみてください。というわけで、進行コブゲット。帰りた。ちなみに今バージョン 1.09 のアップデートが入ってからね、祈祷とか魔術一部にね、黄金銃に近づくとかのバフが乗らないみたいなバグがあるらしい。全部の祈祷とか全部の魔術じゃないと思う。一部の魔術とかに乗らないっていう話だと思うんだけど、まあそういうのがあろうとなかろうと、基本的にはまあ戦技メインでね、立ち回ってもらった方が、どの道ね、攻略しやすいビルドだと思う。というか、まあ、今作は何よりもね、戦技に対するそのバフが手厚いからさ、そのあたりをしっかりと考慮して、まあ、祈祷中心でね、立ち回るっていうやり方をね、模索するっていうのも、一つのね、その連動を上げるという意味で、いいやり方だと思うし、まあ、サクサクね、攻略していきたい人に関しては、基本的には、まあ、そのビルド内で、強いと言われている、ユニーク武器なんかをメインで活用しながら、やってもらうのが、まあ、一番手っ取り早いのかなっていう気もするので、まあ、そのあたりはね、まあ、祈祷を織り交ぜて戦うかどうか、戦技一辺倒で行くのかどうか、みたいなところに関しては、皆さんの方で判断していただけたらと思います。まあ私はあくまでね、戦いやすいよっていう戦術を紹介しているに過ぎないといったところを一つ考慮していただけたらと思います。うせえな、痛いんだけど。なんか基本さ、進行系のキャラクターってどこ切り取ってもオンライン向きかなって気がするから、まあオンラインでね遊ぶ人なんかは特に、進行のキャラクターっていうのをね、いろいろ装備とかビルド調整してもらうと私は楽しいと思うから、ぜひやってみて。追いかけろ追いかけろ、ほれほれほれ、はい、ほれ、起き上がんねえのかおめえ、ほれ、ははははは、クラゲ立てでとどめ刺しちゃったよ。未強化だし、しかもやっちまったわ。すまん、マカールとの誉れある戦いに泥を塗ってしまった。誠に申し訳ございませんでした。出た、これか、噂のバグ、これか。いや、火付けが使えねえんじゃしょうがねえな。ミケラの降臨でもうこれを開幕ペシペシよ。はい、バカタレにな、
思い知らせてあげねえといけないから、この武器の強さ。はい、さようなら。いや、さすがにさ、アップデート入れてからさ、結構日にち経ってんだからさ、こんな致命的なバグぐらいは直そうぜ、フロムさん。おー、さすがにあれだね、こいつに対しては戦技強いな。あ、いいね、いいね、いいね。残り火もなかなか。ちょっと俺、溶岩灯持ってないからさ、まあ、マラソンする気も正直ないから、まあ、代わりにこの溶岩鞭をね、使ってみましたといったところでございます。はい、というわけで今回鞭使っていこうと思います。で、鞭の攻略要望っていうのが結構多いんだけど、このまあ溶岩鞭とか、巨人の赤紙に関しては、まあ、進行形のキャラクターで使いやすい鞭に一応なっています。で、鞭の代表格ってやっぱ何って言われたら、ウルミになると思う。技量系のキャラクターで、技量補正 S のウルミで使ってもらえ例えば、溜め攻撃主体のビルドを組んでもらうんだよね。R2 の溜め攻撃主体ビルドを組んでもらえば、割と火力は出せるんだけど、無知って結局強いのか弱いのかっていう話をすると、対人においては全然戦略としてありなんだけど、攻略においては正直ね、それほど強くないんだよね。まあ、モーション的な意味でもそうだし、ダメージ的なところの意味でもそうだし、パリー不可だっていう武器の特徴がある以上、オンラインで使ってもらった方が利点のある武器で、DPS の観点とか諸々を見ていくと、正直これらの武器が強くなることっていうのはほとんどありえないから、どっちかってえと縛りプレイに近いようなプレイになると思います。まあ、気が向いたらね、どっかのタイミングではやろうかなと思うんだけど、いわゆるその最適な戦術解説の、シリーズの中ではちょっと取り上げることは原則的にしないんだけど、今日はね、ちょっとまあざっくりどういうところで問題があるのかっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。で、まずこの辺でまず戦技打ってみるじゃん。硬直がまずこの戦技に関しては長いと。で、開いた。なんて言うんだろうな、例えばジャンプ攻撃の二刀流をやったとするじゃん。まあ、通常の二刀流はこのモーションだからこれでさせる。こういう時あるじゃんか。硬直が長いから、これ、特大剣の避け方と同じ避け方の要領で、今私、かわしてるっていうか、当たらないゾーンにいるから、今の攻撃避けれてるけど、硬直が長いんだよね。で、ジャンプしたと同時ぐらいに、ジャンプ L2 を押してもらわないと、L1 か。ジャンプ L1 を押さないと、硬直が長くて、狩られる可能性がある。ほら。こういう感じになっちゃう可能性があるから、モーション的にもちょっとね、硬直が長くて扱いにくい、軽量系の武器でありながら扱いにくさっていうのを含んでる。じゃあ単独で使えばいいじゃんって話になるから、こういう風な形で R1 主体で殴ってもらう分には全然強みはある。だけど、じゃあ火力的に高いのかっていうと、そういう話ではないので、って感じ。まあ、使いたい人は使ってみると意味がわかると思うって感じかな。まあ、強い武器と比較してしまうと、どうしても見劣りしてしまう部分があるかなっていう武器集になるんだよね、攻略の観点でいくと。まあ、例えば使い方として、左手に鞭持たしておいてさ、右手は別種類の武器持ってる状態を想定してもらって、相手が投手の時にこういう感じで炎怪獣入れるみたいなやり方っていうのは割と有効なやり方にはなるかなとは思うんだけど、そもそも投手怪獣の話をしだすとこれややこしいんだけどさ、火力が出るビルドの人は凍傷になった敵を炎解除して倒す必要ってほぼないんだよね。火力が出ない構成の時に炎解除が生きるって話だから、常に炎解除するメリットっていうのは特にないというところがあったりするんだよ。で、その辺のバランスを考えると、ちょっとね、難しい、扱い難しめになるから、イメージとしては縛りプレイのジャンルに、該当する、そのぐらいには扱いにくさのある武器です、実際の攻略面で見ると。やっぱ普通にね、直剣とか体剣とか、振りの速い系統の武器とか、単純な火力比較でいけば絶対そっちの方が強くなるから、まあ単純な火力比較だけじゃない要素ももちろんあるんだけど、そういう観点で見ている今の、解説シリーズの中ではちょっとね、扱うのは難しいかなっていう感じがします。あくまでこだわりたい人向けって感じ。まあ今日の出番はここまでかな。はい、でちょっと離れてポコン。で、これしっかりと避けて浮かび上がったらお尻からポコンからの R2。 しっかりと距離を取って、ここら辺で適当にね、強靭の火を食らわしてあげてもいいし、戦技ここでポコン入れてもいいし、何したって OK さ、というわけでさようなら。まあ、この武器の紹介はもういいよね。
いいと思う。進行形最強の武器の一本でございます。まあ、炎が効く相手は大体冒涜の聖剣使っとけって話。まあ、そのぐらい強いからね。ぜひ、これをね、しっかりと皆さん使ってください。はい。使って。はい。というわけで、今日も京都で雑談やっていきたいと思います。興味のない人はスキップして。で、今日の話題なんだけど、みんな性格診断ってやったことある？まあ、大体の人がやったことあると思うんだけど、今日紹介する性格診断は、近年とってもすごいと言われている、ものの一つです。まあ、ちなみに私、性格診断とかさ、占いとかさ、ぶっちゃけどうでもいいタイプの人間なんだよね。まあ、私の動画長く見てもらってる人、なんとなく伝わると思うんだけど、私は基本的に論拠のしっかりしていないものっていうのは原則信じません。信じないし、もっと言うと、矛盾している事柄とか、そういうの大嫌いなタイプの性格なので、そういうね、根拠のないものとかっていうのは原則的に信じないタイプなんだけど、半年ぐらい前にいただいたコメントの中に、この投稿主さん、私のことね、この投稿主さん、いい意味で ENTP っぽいねっていうコメントもらったの。 ENTP ってなんぞと思ってパパパッと検索をかけてみたところ、出てきたのが60パーソナリティっていう16個の、性格に分類された、性格診断に出てきた、まあ、型の一つなんだけど、名前がね、討論者型っていう名前になっていたんだよね。で、世界の人口の比率で言うと、大体あなたみたいなタイプの人っていうのはこのぐらいいますよっていうのが、それぞれのね、型式16種類あるんだけど、出てくるんだけど、私の型式は 3% 程度に相当するもの。で、これ別に 3% だからすごいすごくないって話じゃなくて、そういう思考を持ってる人は大体 3% ぐらいだよっていう話です。日本だと 5% 程度って言われてるらしいんだけど、まあ、私ってさ、先日の動画みたいなことをやるタイプの人なんだけど、あれを否定的に捉える人って結構やっぱり多いと思うんだよね。なんだけど、これもう本心をズバリ言うよ。私は別に彼を言いまかしたいとかそういう気持ち一切ないの。ただ、私は矛盾していることが嫌いなだけ。わかる？矛盾したものを矛盾したままに置いておくのが嫌いなの。少し前にさ、主婦の話題をした時に、ここと同じマラソンを今してたわけなんだけど、その時にもちょっと話した内容と通ずるところがあるんだけど、やっちゃいけないことはやっちゃいけないでしょっていうことを私は普通に、例えば会社で、私が平社員で、ね、目の前にいる人がね、管理職、あるいは会社のトップであったとしても、これはやっちゃいけないですよって直接言うタイプの珍しい日本人なの。周りにそんなやつってあんまりいないと思うんだけど、私は普通に言うんだよね。親しいとか親しくないとかじゃないからって。ね、労働の対価としてお金をもらう代わりに労働を私は提供しているのであって、あなたたちの下僕になった覚えはありませんっていうのが私の基本原則の考え方なので、同じような感じで先日投稿した動画に関しても、私はこうだと思うっていう主張に対して強く反論してくるのであれば、徹底的に議論してもいいよっていうスタンスを取ってるんだよね。で、これは上から目線で言ってるとかそういう話でもなくて、単純に理論の帰結として指摘された意見には矛盾があることを私はすでにもう自己完結させてるの。議論の中でいろんな可能性を出てきた、いろんな可能性を模索した上で、もう矛盾点はないっていう風に私の中でガチが言ったから、あのやり取りをして、それを動画で皆さんにお伝えしたって形なんだよね。で、気分を害した人も多分中にはいると思うんだけど、まあ、逆にね、私のチャンネルではそういうのが好きな人もいるので、これに関しては頻繁に投稿する中身じゃないと私も思っているし、あれはあくまで議題として、皆さんにとっても影響が全くゼロではない話題になるのかなっていう思いもあったから動画を撮りました。で、もう一回言っとくけど、私は議論に勝ちたいとかっていう意識は全くないの。むしろ、私の意見を間違っているよと、また出た。間違ってるよと、本当の意味で正してくれる優秀な意見が出てきたら、私はむしろ自分の考えがアップデートできて嬉しいなって思うんだよね。まあ、変なやつだって絶対思われると思うんだけど、本当に嬉しいんだよ。そういうのが嬉しいタイプなのが、その討論者型なんだけど、マジでそんな分類分けで、そんなとこまでわかるんだ。
ていうのがめちゃくちゃ面白いから、ちょっと長い、5分から10分ぐらいかかるかな。一応あんま考えずに答えてねっていう感じではあるけど、これなんだろうっていうのがいくつか質問が出てくるので、まあ興味がある人はやってみて、あ、私本当にこういうタイプだわとか、あ、俺こういうタイプだわマジっていうのに多分当てはまる人多いと思う。ちなみにこの16パーソナリティっていう性格診断に関しては、ちょっと前ピエロの住人さんだったっけ、ちょっと名前違ったらあれなんだけど、哲学とかのショート動画たくさん上げてるピエロのね、仮面かぶってる人、あの人の動画の中でも話題になってた。あのこれはマジで当てはまるって言ってたぐらいには、信憑性の高い、ものになっておりますので、ぜひねやってみてほしいなと思うんだけど、でまあ話を戻すんだけど、私そういう性格だから敵もやっぱ作りやすいんだよね。敵も作りやすい。代わりにすげえ信頼してくれる味方もまた多いっていうのも自分のまあ一つのね特徴なのかなっていうふうに、客観的には見ている、つもりなんだけど、敵をね作りやすいのはねもうしゃあないっていうか、私はむしろそうやってしか生きられないんだよね。社会不適合者って言われる人もまた、その ENTP の特徴の一つっていう風に言われてるらしくて、このね社会不適合者って言われたらまさしくね今の俺もそうだし、昔の俺もずっとそうだったなっていう風に思うんだけど、私ね自分で言うのもなんだけど、勉強めちゃくちゃできたから、学校なんてもうほんと適当にしか行ってなかったんだよね。田舎の方の一番いい進学校ですっていうところに一応行ってたんだけど、まあ週の半分ぐらいはもうお昼に登校するかお昼に帰るかみたいなことしてたんだよね。でそれをしてても一応成績はずっと良かったから見つめてちゃった成績ずっと良かったから何の音がめもなく、まあ私普通に高校卒業できたんだけど、うちのおかんが通知簿を見た時に成績は悪くないんだけど授業の欠席時間みたいなのが全部記載されてて、どの授業もだいたい何百時間、2、300時間かな、欠席扱いになってる状態で、あんたなんでこれで通信受けんで済むみたいな感じの生き方を確かにしてきた当時も。で今もそうじゃん、変な話主婦してますって言ってゲームして生活を成り立たせてるわけ。確かに俺は社会不適合だなってめちゃくちゃ思うんだけど、ただうちのチャンネルを応援してくださってる方に関して、もう私はもう本心しか基本的には言わない。私裏表ゼロの人間だからあえて言っておきたいんだけど、ああいう動画を上げているけど私はその人たちを任したいとかそういう感じで動画撮ってないからね、間違った議論をそのままにしておきたくはないの、そういう性格だっていう風に認識をしていただけると、まあ、とってもねありがたいなと思っております。私が求めているのは私の考えをよりさらにブラッシュアップしてくれる考えを教えてくれる人たちだから。で誤解がないように言っとくけど、私はアンチコメントと思っているものの全てを完全に否定してはいないんだよね。なんでかっていうと、そこからさらに得られるものがあるんじゃないかと、そこからさらに得られる考え方があるんじゃないか、もっと理にかなった考え方あるんじゃないかっていうのを私はずっと探し求めてきてるんだよね。で、そういうのを理解してくれる人にはものすごく受けるタイプだけど、そういう理屈っぽいのが嫌いな性格の人には受けないっていう、ただそれだけだと俺は思ってるんだよね。まあそうやって30数年生きてきたのであれなんですが、まあその部分だけは本当にね誤解がないようにしていただけたらありがたいなと思います。これはあくまでそう思ってもらえたら嬉しいなっていうだけの話ね、お願いするしないって話でもまあもしかしたらないのかもしれない。でただ先日の動画の中のいわゆるまあ指摘の部分だね、アンチコメントというか指摘の部分また出たに関して一つだけねちょっと言っておきたいことがあるんだけど、動画にコメントをするっていうことに対してこれはユーザーさんサイドもしっかりと配慮をしとかないといけないことだと思うからあえて伝えておくけど、私名前伏せたりせずにあげたよね。うん。でそれに対して、伏せるべきだ、まあ最低限のマナーというか配慮はしてあげるべきじゃないのっていう、意見いくつか見受けられたんだけど、はっきり言っとくね、動画の管理者は私です、うん、でその意見はその人のものだっていう人がいると思うんだけど、違うんだよ、私の著作物に対してそこに残る形でコメントをしてる、また出たわけだから、それっていうのは、結局のところ私の動画に参加していること
と同義になるから、名前を伏せたり、アイコンを隠したりする必要っていうのは現状私の理論でいくとゼロです。なぜかっていうと、私の著作物にいい意味でも悪い意味でもそのコメントが残るようにしたのは本人の意思なんだよ。でしょ。そしてそのコメントを消すことができるのは本人か私だけです。例えば A さんっていう人が B っていう投稿者の人に、コメントを残したのであれば、その A さんのコメント込みでその動画っていうのは成り立っているわけ。わかる？だからそこにコメントを残すっていうことがどういうことなのかっていうのを、これはユーザーさんサイドがしっかりと意識しておかないといけないことになるからね。これは絶対に注意しないといけないよ。いわゆる個人情報の保護みたいな観点で、名前を伏せてあげるべきだとかって言ってる人がいるけど、違うんだよ。それはコメントを残した時点でその人自身から参加してきた話になるから、私が取り扱っても何の問題もないんだよね。でもちろんだけど、動画にはね、気軽にコメントをしていただいて全然構わないと思いますし、コメントする権利がね、逆に言うと皆さんにはあるっていう話になりますんで、自由にねコメントの方をいただけたら嬉しいなとは思います。今まで通りね。なんだけど、例えばその投稿主さんに対して例えば否定的な考え方とかそういうのを主張するときは注意した方がいいよ。その人の著作物に対してケチをつける行為になるわけだから、その人がそれをどう扱うかね、どう管理するのかっていうのはその人に委ねられるわけ。いわゆる心情的な話ではなくて形式的な話としてそこは捉えないといけない部分だっていう風に、皆さんの方でもね認識を一段階強化してもらった方がいいんじゃないかなっていう風に前回の動画のコメントを見ていて、まあ私の方は思いましたので、まあその点もね、一つ押さえてやっていただけたらと思います。まあぶっちゃけた話、気軽にさアンチコメントとかを入れちゃうタイプの人ってのはさ、まあ、単純にストレスが溜まってるとか普段から思考を放棄してるっていう人が多いと思うから、まあ、その点はねマジで注意した方がいいからね。まあ、特に私みたいなタイプに万が一ね突っかかっちゃうような人がいたらやめとけよってコメント入れてあげてください。はい、行き着くとこまでやってもいいよっていうスタイルだからね私は。はい、といったところではこの辺にしとこうか。いや、あと1本あれはよかったのに余分に5本も取っちゃったわ。はい、というわけで巨人やっていきましょう。まずは鮮やかにかわして足元に滑り込む、そしてこのくらいの角度でポコンからの、さらにこの辺の角度に向かってポコン、さらにこの辺に向かってもポコンで、ローリングでしっかりと回避するといったところ。あと一発か。はい、でもうこの辺でねポコン、はい、で後半戦もね、まあこの辺かな、この辺、この辺に手落ちてくるからもうこの辺からはね打っといていいです。はい、ポン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 、はい、ボン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 、さよなら。このねダウン取ってる時にこのシャボンも貫通性能があるんだ。まあ虫糸とかと同じように、いや正直虫糸とかあのクリスの雷撃使おうかなと思ったんだけど、まあ逆にね、まあ今回のルートではここでぐらいしかねこのシャボン使わなかったから、あの使っておきました。はい、使っておきたかったっていう話で、いくつかの動画でこの武器の紹介はしているんで細かいとこは割愛するけれども、竜だね、ドラゴン系統とかプラキドサクスしかり、各地にいるドラゴン系統にもね、かなりダメージが通りやすく、そのさっき言った物体をすり抜けていく過程にね、多段ヒットをする部分の仕様とかもあったりしますんで、割とねおすすめ度は高いですし、神肌の二人もこいつで倒せる。あ、神肌の二人こいつで倒そっか。あのシャボンの貫通性能を使って柱のね向こう側にいる敵を倒すみたいなやり方もできますんで、ちょっとそれを紹介していこうと思います。いらっしゃーい、いらっしゃーい。はい、いらっしゃーい。やばすぎるわ、火力。あのカチカチなドラゴンがこの速さよ。やばいわ。はい、行きまーす。まず一体眠らしといて、こういうとこから撃つじゃんか。これね、当たるんだよね。
こういうところ。全然全然問題ないから。全然問題ないから。わかる？これなんすよ。結局。これができちゃうから。下蹴りも完璧と。でもここで待っといたらいいからね。ここで。なぜ細っちょが出てくるのだ。へえ。生きているだと。しぶてえ奴らだな。まあ、こんな感じで倒せるって感じだね。まあ、最強だから、最強。覚えといて。グラング。正面からやり合おうじゃないか。いきまーす。はい、岩石投げ対決、やっていきたいと思います。そのデカさでかわしてくる、お前さすが。で、ここ一発入れといてからかわして、前に近づいたことによってね、横振り系の攻撃を誘発してくれるんで、これ2発ぐらい入れときましょう。はい。で、さらにこれは、安牌見て、あ、これ死んだ。あぶね。はい、これしっかり避けて、はい、横振り系の攻撃は回避できるから、はい、これもう、こうだから。つまり、こういうこと。へっ。はい、で、後半戦のこいつはね、どっちかっていうと、雲糸の方がいいと思う。虫糸だったわ。はい、やっていきまーす。こういう感じ。はい。まあ、あとはね、雷の槍とか、まあ、あの辺使ってもらえば全然いいんじゃないかなって感じだけど。地味だな、当たり方。はい。で、こういう感じ。死ぬ。死ぬ。怒ってるわ。怒ってるわ。怒んなって、マリケス。そんなに怒るようなことじゃないんだって。遊んでるわけじゃねえんだ、こっちとらよ。はい。いや、ちゃっかり遊んじゃったわ。はい。タリスマンの構成とかこんな感じ。ラダゴンの肖像とか入れて、詠書の速度上げた状態にしているのと、立ち回りの際だね、横振りとかの誘発を、ある程度その、覚えないと、ちょっと差し込むタイミング難しかったりするので、雷の槍なんかはね、試し用もできるし、割とね、速射に近いような打ち方っていうのもできるので、速射みたいな感じの打ち方をしていけばね、ポンポン間に差し込めるっていうやり方が、まあ、かなりおすすめだったりするんだけど、今使ったグラングの石、岩石投げ、割とね、攻略でも使えるものになりますが、スタミナのね、回復速度を高めとかないと結構ね、枯渇しやすいんで、そこ注意かなって感じですね。あ、パイセン、チース、ちょっと失礼しまーす。ふっ、やばすぎるんだけど。抜けれるもんなら抜け出してみな、この黒煙の渦からな。これが信仰の本気だから覚えておいて。皆様大変申し訳ございません。ちょっとね、本日の時間の調整に失敗いたしましてですね、残すところあと2戦で今日の動画は締めさせていただきたいなと思います。まあ後でまたプレイしてそっから編集してでもいいんだけど、ちょっとね、時間的な都合がちょっと悪くなってしまったので大変申し訳ございませんが、この一戦じゃない、ラダゴンまでの一戦で、一旦ね、今日の動画は締めていきたいかなと思います。スタミナがカツカツ。はい、ジャンプ R2。このジャンプ R2 が大事だから。はい。はい。これ別にダウン調整はしていない。いいとこでダウンしてくれたと、今内心思っている。はい。はい。そして、ローリング。あえてここは、一回見逃しからの最大ダメだ。受け取りな。タリスマン構成とかは、こんな感じ。まあ、溜め込みキャップのタリスマンつけてもいいしって感じなんだけど、もうすごいね。1325か。なかなかいい火力になってるね。ちなみに、ホーラルーの飛び上がりに合わせて空山劣化撃とうと思ってたんだけど、もう撃つ余裕なかったんで、もうすんませんとしか言いようがない。言いようがないぐらい、まあ、歪みをのね、筋力進行補正が強かった。
ったっていう解釈で、まあ、なんとかね、一つよろしくお願いいたしますというわけで、ラストはね、もう虫糸と、進行形最強の武器だね、こちら。冒涜の聖剣を使って、ラダゴンに対しては炎の特攻が入る冒涜の聖剣。そして、獣に関してはね、もう虫糸よ。ピャー、ピャーしてね、終わっていきたいかなというふうに思います。はい、行きまーす。はい、行きまーす。はい、ジャンプ、R2。はい。で、はい、行きまーす。ボン。ボン。消えな。貴様が王に君臨すべき時代は終わったのだ。遠の昔にな。63の死体蹴りが入ってるの結構草かもしれん。63の死体蹴りはちょっと草かもしれん。はい。で、これ、後ろからね、撃ってください。後ろから撃つっていうのがポイントだから。これ横とかになるとね、当たる面が少なくなっちゃうから。この辺。この辺が最高。これもうビタ貼り付けて、ここ撃っちゃえばいいからね。はい。はい。ビタ貼り付けにしとけば、撃っても当たるから。当たらないから。攻撃は。はい、こんな感じで、ジャンプで越していただいて、右だな、ここだな、やらかしたーはい、やらかしました。完全にやらかした。配信者の図はこちら。いやー、そのタイミングでそれ撃たれるのはちょっと辛いけど、しっかりとね、ラダゴンから距離離すようにして、こいつがまずね、追尾してこないような条件を整えるのが先だから。こういうことやってくれたな。はい。で、これはこういう感じ、やらかしていく。ロックオン切って真横に避けた方がいいんだよね。で、距離が遠いエリアの方がいいんです。危ないんです。こっちとらよ、いちいち取り直してる時間ねえんだよ。わかるか、時間がねえんだ。 FP がねえんだ。わかるか、クソ野郎殴っちゃったはい、じゃあここでね、シャブリで一発ささけんどいてから飛び越していきたいんだけど、繊維両手持ちにしといて縦受けしとくっていうやり方でもいいと思う。まあ横にちょっと振ってね、走ってから避ければ別に問題ないかなと思うんだけど。おお、二の舞になるとこだった。シャブリリの二の舞。うせな。これが進行キャラクターの強さです。はい。というわけで皆様大変お疲れ様でございました。一部ね、ボス、ちょっといつものルートみたいに回れてないところはあるんですが、まあ、残すところね、4体、それぞれの倒し方に関してもね、お話をしとこうと思うんだけど、まず次、ソウル城塞の 2R に関してはですね、炎がとにかく通るっていうことは、進行形ビルドでいうところの炎術系の派生だったりだとか、先ほど使った冒涜の聖剣なんかもかなりの特攻が入ります。めちゃくちゃ強いから、もう開幕入ってからすぐにね、冒涜の聖剣の戦技なんかを使ってもらって殲滅していくっていうやり方も事実上可能です。なのでそういうね、運用も一つ押さえておいていただけたらと思います。で、モーグに関しては、基本的に炎が通らないから、生属性もしくは雷主体で戦うっていうやり方なんかも良くて、リュウハルバーなんかの、雷系武器、プラス投資用の効果なんかを活用して戦うやり方に、プラスアルファ、雷系の祈祷なんかを合わせて戦うやり方っていうのもおすすめだったりします。まあ、あとは普通に生属性の派生系の武器はね、ダメージが取るんで、シルリアとかオールドビスとか、ああいう体験を使っていくやり方っていうのも、全然 OK かなっていうふうに思うので、そのあたりをね、一つ採用していただけたらと思います。で、また、ローレッタに関しては、これもね、シルリアの戦技で怯ませていたのを、最初のツリーガードでお見せしている通りで、しっかりと怯みます、戦技。なので、戦技の最大ため、が使いやすい距離感で立ち回っていただいて、ダウンした際にはですね、さらに追撃をかけていくやり方で、全然ダメージは通せるのかなっていうところになりますし、マレニアに関しては、途中中で使っていた、ミケラの氷の戦技を持っているね、氷のサイス。あれで、とにかくスタミナが切れるまで、連続して破滅続けることが密着状態であればできます。ただ、ミケラの降臨の戦技自体はですね、発動するタイミングがちょっと
ょっと遅いので、確定で入れれるタイミングっていうのが分かんないと難しいっていうのと、後半戦に関してはキックで避けてくるっていうパターンがあるので、いけて4発までです。連続で4発までは密着状態であれば確定で、打つことができますので、そのあたりもね、一つポイントとして押さえてやっていただけたらと思います。はい、というわけで最後口頭での説明になって大変申し訳なかったんですが、まあ、進行形のキャラクターでできることっていうのは本当にたくさんあります。で、冒頭の辺でもね、ちょっとお話ししたように、進行形キャラクターっていうのはどっちかっていうと、その全ての技とかを活かしていこうと思うと、やっぱ白活がメインなのかなって思うところもあったりします。今回私の方では紹介していませんでしたが、なんちゃら防護みたいなさ、生属性のカット率上げたり、雷耐性のカット率上げたり、例えば防護区であるならば炎耐性を上げて戦うみたいなやり方っていうのも、そのダメージをね、受けた際の、しっかりとした対策っていうのができますので、そういった部分なんかもうまく活用してもらえば、いろんな点で、まあ、やりやすいビルドでもあるし、他のビルドに比べてぶっ壊れってほどの火力のものばっかりってわけでもない、ある意味では一番バランスの取れたビルドって見ることもできると思うので、ぜひね、この進行形ビルド、うまく扱っていただけたらと思います。で、過去に紹介しております低レベ帯のビルドなんかでは、基本的には進行にわずかに振ってバフが使えるようにして演術派生を採用すると、50レベルでも乾燥とかでね、通用するダメージ出そうと思えば出せますよっていうような動画も、以前投稿しておりますので、興味のある方はね、そちらの方も一度チェックしてやっていただけたらというふうに思います。はい、というわけで、今回の動画ですね、少し雑談のパートが長くなってしまって、全体の尺のバランスがおかしな感じになっちゃいましたが、このあたりで締めていきたいと思います。質問等々も受け付けておりますし、今回お見せしてないボスどうやって対策してるのとかっていう質問がありましたら、遠慮なくコメントいただけましたら幸いです。というわけで今回はこれにてお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。